大暴落です。皆様こんにちは。ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓国の仮想通貨が大暴落。時価総額4兆円が一夜で価値ゼロに。コイン投資家たちの悲鳴が止まりません。キムチコインの大暴落が仮想通貨界隈を騒がせています。特に大暴落したルナコインは世界最大の仮想通貨取引所として知られるバイナンスを追い出されるとのことであり、その深刻さがうかがえます。仮想通貨ってやっぱり危険なんですね。それに加えて韓国の仮想通貨ということであり、輪をかけて危険であることがうかがえます。まあ掛け算としてはマイナスとマイナスをかければプラスになるのですが、少なくとも仮想通貨の世界ではその法則が通じないことは確実です。こちらではこのニュースの概要や考察、また韓国国内からの反応など、今日もわかりやすくお伝えしていきますね。5月13日付 IT メディアビジネスオンラインによると、時価総額4兆円を超える仮想通貨でも一夜で価値がゼロになることがある。今回、韓国のソウルに本社を置くテラフォームラボの仮想通貨ルナに起こったことがそれだ。文字通り一夜にして壊滅したというのは、いかに変動が大きい仮想通貨においても珍しい。ブロックチェーンの基礎研究開発やコンサルティングなどを行うチューリンガムで COO 最高執行責任者を務め、暗号資産 DeFi に詳しい橋本義則氏、カナゴールド名義でも活動はこう話す。5月13日朝時点でルナの価格は2円。5日前には1万円を超えており 99% 以上下落した。まさに壊滅的な状況にある。4月には時価総額が5兆円を超え、仮想通貨全体のランキングでも10位に入っていたルナは将来有望と見られていた。一体何が起きたのかと報じています。さて、今回のルナコイン暴落の契機ですが、UST というステーブルコインの価格連動が外れてしまったことが原因です。ステーブルコインというと聞き慣れない方もいらっしゃるかと思うのですが、これは安定した価格を実現するため、米ドルや金などの安定した資産と連動するように設計された仮想通貨です。どのような仕組みかというと、ステーブルコインは法定通貨と交換することができるようになっており、UST の場合は米ドルと紐付けることにより価値が保証されています。UST についてはこれにもう一工夫加えられており、ルナという仮想通貨を準備金として備えていたのです。つまり 1UST を持っていれば時価で1ドル相当のルナと交換できる仕組みを構築していたというわけです。UST の発行会社は一体どれだけのルナを持っていたのか、とても気になるところですが、準備金として用意しているのが仮想通貨である以上、もしルナの価格が下落すれば普通はその分を買い増さなければなりません。実はこれにはからくりがあり、それは UST とルナの2つの仮想通貨はいずれも韓国のテラ社が発行しているというものです。つまり足りなくなればルナを自前で用意すればいいというものであり、それゆえテラ社は暴落してもなんとかなると強気で考えていた節がうかがえます。実際に暴落直前の UST 発行量は日本円にして2兆4000億円分であり、ルナの時価総額が3兆6000億円だったことを考えると、すべて交換されてもなんとかなるというものです。とはいえ、自社の仮想通貨を自社の仮想通貨で準備するというのは完全に反則。無担保で事業をやっているのと同じように見えるのは私だけでしょうか。しかし5月10日、まずはじめに UST の価格が暴落し始め、数時間後にはドルとの連動を失うこととなりました。このきっかけについて、ブロックチェーンの基礎研究開発等を行っている先の橋本義則氏は、こういうもののきっかけはわからない。誰かが仕掛けたのか、同時多発的に起きたのか、と語っており、原因は今のところわかりません。何にせよ、UST の暴落により、ルナとの差分で儲けるために、UST を買ってルナに変えようとする動きが強まり、UST の価格はその後持ち直したものの、当然、ルナには売り圧力が加わります。そして、ルナの価格はドルへの交換が行われるたびにどんどん下落し、10日の終わりにはその価値は1兆3000億円にまで暴落してしまいました。これにより、裏付けを失った UST コインは一斉に売られ、UST も大暴落してしまったというわけです。記事では5月12日夕方時点で UST は 0.5 ドル、そしてルナの時価総額は887億円にまで暴落したということですが、今収録している15日の朝の時点では UST の価格は 0.2 ドルまで下がり、ルナの価格は 0.000445 ドルと、もはや紙くず以下になっている現状で、昔の面影など、もはや見る影もありません。まさに取り付け騒ぎのようですね。ちなみに取り付け騒ぎとは、特定の金融機関や金融制度に対する信用不安などから、預金者が預金、貯金、掛け金等を取り戻す取り付けをしようと、急激に金融機関の店頭に殺到し、混乱をきたす現象のことですが、国家が保証している通貨ですら大混乱するのですから、ましてや何の保証もない仮想通貨においては、想像を絶するものであることは確実です。仮想通貨がまだ一般社会に普及していなかったことが不幸中の幸いだと言わざるを得ません。ところで、先述の取り付け騒動はリアルではデマや噂が引き金となることがあり、1927年に発生した昭和金融恐慌では、当時の大蔵大臣、片岡直春が東京渡辺銀行がとうとう破綻をいたしましたと予算委員会で発言したことを契機に始まりました。また、社会学や心理学の教材として取り上げられることの多い豊川信金事件も、女子高生の雑談が豊川信用金庫が倒産するという噂にまで発展したことが原因で起こっており、決して唐突に起こったわけではないのです。今回の暴落は UST の仮想通貨の予備に当てるスタイルが原因であり、決して兆候を見極めることができなかったわけではありません。ひろゆき氏ではないですが、うさんくさい商品を見抜ける人でないと、仮想通貨で儲けるのはかなりハードルが高いのかもしれませんね。今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。キムチコインを買ってはいけません。あそこには詐欺師しかいないんです。仮想通貨は環境にいいから最高です。どれだけ暴落しても電子通貨なので無駄な紙が出ません。もしルナコインが普通の通貨だったら、今頃ルナ紙幣で積み木遊びをしなければならなかったでしょう。仮想通貨なんかを買うくらいならジンバブエドルでも買った方がまだマシです。歴史の一場面を見たような感覚です。記念に一つ買っておけばよかったです。仮想通貨は儲かるのも一瞬、でも大損するのも一瞬です。心臓に悪すぎます。株式だったらどれだけ暴落しても会社自体は残りますが、仮想通貨が暴落したら何にも残りません。仮想通貨をやろうか迷っていたところでしたが、やらなくて正解でした。仮想通貨なんてやるから私たちが豊かになれないのです。もう少し血のついた投資をしなければいけません。マジでゼロになったのですね。それでもウォンを信じるくらいなら私は仮想通貨を信じます。ウォンが基軸通貨になるとほざいていたどこぞのバカには失笑するしかありません。この暴落についてアメリカのジャネット・イエレン財務長官は、テラの暴落は目まぐるしく変動する。ドル連動ステーブルコインが金融安定性を脅かしていることを示す事例。ステーブルコインの発行者を規制する法案を作らなければならないと、仮想通貨自体が諸悪の根源であると言わんばかりです。確かに仮想通貨は今のところいい印象がありませんからね。とはいえ、仮想通貨がここまではびこることになったのは、既存の通貨のデジタル化が遅れたからという意見もあり、こちらはこちらでかなりのリスクがありそうです。ただ、この分野にはすでにデジタル人民元の実証実験を進めている中国がアメリカをはるかにリードしている現実があり、今年3月にはアメリカのバイデン大統領がデジタル資産について検討するよう連邦各機関に求める大統領令に署名しています。開発にはまだ数年かかると言われているデジタルドルですが、主導権を握りたいアメリカが今後どのような動きを見せるのかがとても気になるところです。皆様のご意見、ご感想をお待ちしています。たくさんのコメントやいいね評価はいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。